先日のアストンビラ戦で見事な逆転勝利を収めたユナイテッドだが、依然厳しい状況にさらされている。だがそんな状況でもブルーノが偉大な記録を達成した。その記録とは、先日のビラ戦で達成された、なんと個人の年間チャンスメイク数がちょうど100個に達した。ちなみにこれはプレミアリーグ1年間での数字。2004年以降で年間100チャンスメイクを記録したのは今季のブルーノと2015年のアーセナル MF メストエジル104本の2人だけ。ユナイテッドは31日に年内最終戦でノッティンガムフォレスト戦を残しているため、2015年のエジルを超える可能性も残されている。怪我の離脱も少なく長期稼働経由権も大きいが、1試合あたりの走行距離に関してもブルーノはプレミアでトップクラス。ある意味ユナイテッドにおいてはシティのデブライネ以上に必要不可欠の存在という SNS の反応。なぜこのチームでそんな成績残せるんだ。どのクラブに行ってもエース、移籍した方がいいから。ブルーノ長期離脱したらマジです。